はい、どうも皆さんこんにちは、大仏社長でございます。アフィリエイトとかウェブ制作とかで、そういった商いをしながらですね、会社を経営している男でございます。はい、で今日はね、前回の動画の続きなんですけど、ちょっとねシリーズじゃないけどさ、2011年以降アフィリエイトをで、どうやって稼いでいったらいいのかなっていう、そういう大枠のちょっとタイトルがあってね。で今日はそれに関連する動画の2つ目なんだけど、前回の今日のね動画もちょっとアフィリエイトの話になるんだけどさ、前回の動画でアフィリエイトはね、アフィリエイト今巷ではあまり稼げないよっていう声がいっぱい上がってるわけだけど、なんでかなって考えた時に、ね、アフィリエイトの市場は拡大傾向にあると。ただ巷ではアフィリエイトは稼げねえよって言われていると。なんでかなってなった時に、これこれこういう事情があるのではないかなって、でただね、その一握りのねアフィリエイターは高額な報酬を手にしていると、だからでもチャンスいろいろあるけどさ、チャンスあるよねっていう話を、前回の動画でしたわけだけど、でその、ね、動画の内容を踏まえての、今日の動画なんだけど、2011年からどうやったらアフィリエイトで稼げるのか、ちょっと僕のね何日か前に書いたブログが元になった今日話の動画なんだけど、その2011年以降のね以降にアフィリエイトで結果を出すためには、5つテクニック、テクニックっていうかね、ポイントが、テクニックも含むんだけどテクニック、ポイントがあるからそれはブログで書いたんだけど、で今日の動画はね、そのブログを元にした話で、そのテクニックの1つ目ねをねこの動画で、紹介したいと思うんですよね。はい、で今日はね一例として高収サプリをアフィリエイトしたい場合どうしたら売れるのかなっていうことをちょっと考えたいと思うんですよね。で高収サプリってさ、いわゆる YMYL の分野じゃない。これ YMYL って分かんない人のためにちょっと説明すると、Google の検索エンジンのアルゴリズムで Your Money Your Life だっけ、そういうポリシーみたいなのがあって、要は健康とか医療とかお金とか、そういうなんかこう人生においてじゅ重要されるもの、大切なものに関しては特にその権威性の強いサイトを検索ランキングに上位に上げていきますよっていう、そういうなんか基準がその Google のアルゴリズムにあるわけね。でサプリメントっていうのはさ、こう人の口に入るもんじゃない。だから結構だから医療とはちょっと違うけどさ、人のこう健康にね影響するやっぱり分野じゃない、サプリメントって。だから例えば、高収サプリを売りたいとなった場合に、例えば高収改善っていうキーワードで検索上位を取ればさ、高収サプリそこで紹介すればさ売れるじゃない、高収サプリね。だけどなかなかね僕ら、僕でも多分無理だと思うんだけど、高収改善っていうキーワードで検索上位を取るのは難しいと思うんだよ。で現状ねどういうウェブサイトがその高収改善っていうキーワードで今ぶっちぎり1位を取っているかっていうと、これ11月5日現在の話なんだけど、第一三共ヘルスヘア、なんだっけ、第一三共ヘルスヘア、ヘルスケアね、ちょっとごめんね、カンペ見るんだけど、そう、第一三共ヘルスケアっていう会社ね、ヘルスケアの部門でさ、有名な会社じゃん。今、僕、名前出てこなかったけど、第一三共ヘルスケアってよく CM とかでもねよく聞く企業じゃん。でその企業が運営してるサイトが今口臭改善っていうキーワードで1位を取ってるわけね。で
この領域に僕らがガチンコで勝負を挑んだとしても口臭サプリ売れないですよ、なかなかね、うん、じゃあ口臭改善っていうキーワードじゃちょっと難しいとなった場合に、じゃあちょっとひねってみるかなっていうことでさ、例えばタバコ匂いとかさ、あとは彼氏口臭いとかさ、まあ、そういうキーワードであればその口臭サプリにすぐ、まあ、訴求しやすいキーワードだからさ、なんかやれそうな感じするでしょ。でもまあそういうキーワード、その口臭サプリにまあ直でつながりそうなキーワードっていうのはやっぱりね、他の人も同じような狙い方してるから、まあ、なかなかねライバルが多かったり強かったりでなかなか厳しいと思うんですよ、特に初心者の方はね。じゃあどうするかっていうことなんだけど、ちょっとね話そらしますよ今。それはちょっとこの話、今までの話ちょっと置いておいてちょっと話そらすんだけど、みんなさ小さい子供の頃小学校とかでさ、ドッジボール大会とかやんなかった？相手にこうボールを当てる痛いやつよ、痛いやつ、うん、であれでさ相手チームに勝つにはさ真正面からボール投げないじゃない、まあ、要は内野と外野ってあるじゃない、ドッジボールって内野と外野でボールを回しっこしてさ相手を真正面からじゃなくって横から狙ったりとかさ足のつま先を狙ったりとかさ肩とか狙ったりとかさ要は不意打ちだよ、不意打ちを狙うわけじゃない。これってね、今の時代のアフィリエイトってこういう不意打ちのやり方ってすごく有効なんですよ。どういうことかっていうと僕だったらね、どういうキーワードで、口臭サプリを売っていくかっていうと、例えばね、ちょっとね忘れちゃったから見るけど、僕だったらね、何ですか、僕だったら、ご飯誘い方 LINE 男から、ご飯誘い方 LINE 男から、まあこのキーワードはね一定数その検索ボリュームがあるわけ、まあ、つまり、まあ、毎月毎月ねこのキーワードで検索する人が何人も、まあ、何人もっていうか、まあ、そんなに多くはないけど、まあ、一定数ね、ある程度検索されてるキーワードなんですよね、うん、でこのご飯誘い方 LINE 男から このキーワードからさ、なんとかしてその口臭サプリの訴求に持ってけねえかなって考えるわけですよ。一見するとさ、その口臭サプリとなんかあまり関係ねえ、なんか発想がないじゃない、口臭サプリっていう、うん、発想がないところからボールを投げるみたいなイメージなんですよね、うん、でこのキーワードをこのキーワードね、ご飯誘い方 LINE 男からっていうキーワードで検索する人っていうのはどういう人なのかなって想像した時に、こういう人だと思うんですよ、まず検索者は男性ですよね、これ男性、ほんで、まあ、気になる女性がいるってことですよね、まあ、現時点では彼女じゃない、まあ、交際してない付き合ってない女性がいるってことが想像できるよね。であとは多分初めて誘うんだろうね、まあ、初めて誘うから誘い方が分からないから検索してるって想像つくじゃない。であとはさ、まあこういうキーワードで検索してるってことは相手の女性に気に入られたいわけだよね。だからかっこいいとこ見せたいわけよ。であとは男性だからやっぱ下心があったりさするわけじゃない。この検索者どういう気持ちなのかなって考えた時に、まあ、こういうねさっき挙げたようなことがこうずらーっと出てくると。でこれさちょっと見てみた時に、これこっからさなんとか口臭サプリにこう到達できるようなさ、そういう動線作れないかなって考えるわけですよ。なんとなくさこうやって想像してみると口臭サプリっていうボール投げられませんかね、このキーワードで。要するに口臭サプリを売りたい企業とか、あとはまあライバルのアフィリエーターとかね、まあ、そういう人たちはこういうボールの投げ方ってなかなかやらないんですよ。
だからこういう風に戦法を取ることで割とね、いけたりするんですよね。まあ、ちょっとライティング力が必要になるかもしれないですけど、こういうね、戦法を取っていくことで公衆サプリを売ることができるっていうことなんですよ。まあ、要は思わぬところからボールを投げるっていうことなんですよね。なんとなく分かりましたかね。だから自分だったらどういう方法でこうボールを投げられるかなってよく考えながらやるといいですよ。まあ、こういう戦法を取るか取らないかでかなり結果が変わってくるので、ちょっとね、今までこういう発想がなかった人は、まあ、自分のアフィリエイトの活動にね、ちょっと取り入れてみてください。まあ、ポイントとしてはもう全然関係ないところから、思わぬところからこうボールが出てくるみたいな感じでやっていくっていうことです。なんかちょっと説明があれなんで分かるかな、分かります？まあ、ちょっとねこういうことを考えてみながらやってみてください。はい、というわけで今日はね、2011年以降にねアフィリエイトで稼ぐためのその5つのテクニックのうち1つ目をね、ちょっと紹介した形ですね。はい、で次の動画でもね、まあ、1個しか今説明してないけど、その他にもテクニックあるので、まあ、次回の動画にでもね説明したいと思いますんで、楽しみにしててくださいね。はい、こんな感じで僕の動画ではね、まあ、僕が一番得意としてるアフィリエイトとかね、その他にもねウェブの制作とか、あと確定申告の話とか、経理の話とか、副業でうまくいく方法とか、そういったことをね話したり、まあ、いろいろやったりしてますんで、まあ、僕と一緒にね、こんな私と一緒にね、頑張っていこうって思ってくれた方はですね、このチャンネル登録してくれたり、いいねボタン押しちゃったり、ぜひねしてください。動画を作る励みになりますからね。というわけで、今回の動画は終わりですので、また次の動画で、お会いしましょう。さよなら。